猫は取らないと、あれ、ピョンチュー倒せないよね。だからこれ取って倒す。これ取ってダメージ比べていいんだよな。でもこれさ、チビになっといた方がいいってこと？チビになっとく。ここ行きますよと思ったんで、これいける？大丈夫？これ本当に大丈夫？なんか出てくるじゃない？ウニ感出るんかい！破壊をして、てか右のね、バブル出てんのがヒントだったわけない？ちょっと待って、嘘でしょー。はい、どうも、雑談ゲーマーマリオマです。今回はマリオメカ2トロールコスプレイ動画なんですが、ショートトロールというこちらのコースやってみましょう。ということで、欠席の黒猫と書いてありますが、欠席の青猫さんのコースですね。サバカですね。昨日マッシュ見たんですが、面白いですねってことで、あの漫画最高だよね。アニメかな見たっていう書いてあるのは。まあ、とりあえず、そんなこと書いてありますが、どんなトロールコースになってるでしょうか。早速遊んでいきましょう。レッツゴー。さあ、まずは左に動いてみよう。危ねえああ、そのまま行ったらアウトってやつね。なるほどね。あ、で、これさ、案外さ、この上になんかあるとかはないか。で、これは上がったらと、なんか出てくる。あ、キノコ。キノコ取れなかったいや、まさかそこにキノコあるか。絶対取っとく。取らなくて正解。んで、猫は取らないと、あれ、ピョンチュー倒せないよね。だからこれ取って倒す。そういうオチ？いや、ここに勝ち分があるんかい。さあ、とこれやり直します。じゃあ、まずはこのキノコを見逃して、で、これ取ってダメージ比べていいんだよな。でもこれさ、チビになっといた方がいいってこと？チビになっとく。ってことはだ、猫で上がる必要あるから、これあれかな？斜めに行ったら、あのブロックって開かないかな？こう。あ、こういうことね。なるほどね。で、これちょっとジャンプしてこういくと。はい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 。ああちょっと嘘でしょ左押しっぱで OK。次左押しっぱにしますわ。はい、ここで左押しっぱ。これで左押しっぱにしますよと。これでいいわけね。お、テーサ来る。んで、どうしよう。ここもさ、やっぱりチビになっといた方がいいとかあるかな。これ一回チビになっといて。ってみよう。ドッスンがまた構えてると予想。あー、でもチビで OK か、これ。よっしゃ、これ抜けた先はドッスン降ってくるから、これで一回ドッスン乗って、で、それで上行って、なんかある？あー、上行ったら今度パウがある。いや、パウはね、多分ね、叩いちゃいけないと思うんだよね。あー、でも叩かないと何もなんない。いや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 、なんかあるだろ、なんかあるだろ、お前。なんでずっと寝っぱなしなのさ。いや、これ絶対あるってなんか。多分ね、プクプクあたり出てくると思う。あー、大正解。オーケー。で、ハテナブロック叩く。あ、いや、オッケー。オッケー。今、赤放題見えてもう何にも喋れないぐらい速攻逃げてみたけど。あ、まさかの大正解。あ、そういうことですか。で、これはじゃあ叩かなくていいってことなんだろうけど、ちょっとあえて叩こう。よし、じゃあ、かき取ったとこで、これでジャンプして進んでみましょう。ジャンプした結果、どこに行きますか？なぁはい、じゃあ、この先、上からピョンチュー降ってくるから、これ、入ると同時に、でんぐり返し、これのさ、これやればいいってこと。あ、危ねえ、危ねえ、オッケーオッケー、危ねえ、危ねえ。まあ、とりあえず、今、でんぐり返しをやるつもりで入ってみましょう。行きましょう。これで、連打、オッケー。はい、オッケーオッケー。こういうことでしたね。で、これで上がってきゃいい感じだな。あ、オッケーオッケー。あ、うわよし、これ上がった先の、ここで、メットが降ってくる。これ避けて、これでゴールができるというわけですね。ありがとうございました。ジジイ。いや、ショートだったけどさ、大量にやられましたね。はい、というわけで、今回のコース、青猫さんからいただいたショートトロールコースでした。ってことでね、手短に遊べる、サクッと遊べるいいコースでした。いや、でもいいコースだったんだけどさ。俺仕掛け大体一通りやっぱり引っかかるよねっていうことで最後のトゲメッタは本当にやられたと思いましたはい、というわけで今回のコースはここまでなんですが、かなり短くねサクッと終わったんで、もう一コース抱き合わせでやっていきたいと思います。よかったらこのままお付き合いください。はい、というわけでもう一コースね抱き合わせでいきたいと思います。こちらスーパートロールワールド5ということで、最高傑作トロンコースって書いてあるんだけど、トロンって大丈夫じゃあトロン屋敷って最後に書いてありますかね。
ベストタイムは長いんだけど、クリア率が割と低いので、あ、低いじゃん、高いので、まあ、サクッといけるかなと思ったんで、抱き合わせで選んでやってみました。ということで、早速進んでいきましょう。いきます。さあ、今回まずは何も動かない。まずは見てみよう。と思ったけど、特になんもなしかな。これ叩きてえな、すごく叩きてえな、叩くか。お、釣る。はいはい、釣る。釣る、釣る、釣る。あ、なんか土管ある。なあ、危ねえ。あ、でもこれ土管入れんな。入ってみましょう。あ、ダメだった。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、行こう。さあ、まずはスーパートロールって書いてある。これさ、穴だよね。これ穴だよね。トロールワールドと。ここも穴だよね。なんか上から降ってきたけど、これ大丈夫。あ、で、家がある。なんか上の土管も入りそうな気するけどね。とりあえずじゃあ扉入ってみましょう。扉入ってみて、家に入った結果は、ピンポーン。このさ、レールのとこなんかあったりとかしない？大丈夫？よし、じゃあこれで土管入ってみたらどこへ行く？あ、なんか割と進んでない？いや、進んでる、進んでる、進んでると信じる。あー！やっちまった！やっちまったね。完全にやっちまってんね、これ。はい、じゃあそもそもこの家のね、あの扉入っちゃいけなそうだからね、こっちの土管、あ、でもこれは入れるわけじゃないんだ、これは単純に見た目の問題だね。ではこのままサクッと進みまして、進みまして、なんもねえと怖いんだけど、なんだなんだなんだ、これなんだろう。あ、これマリオが逆になってるってあれだね。おー、ワンワン、いやでもワンワンの奥に多分ツルがあって、そっから行くと見た。ほっ、キャップじゃねえか。え、じゃあこれ行き先どこだろう。これマリオのさ、なんか逆さになったとこ、あれなのかな、ここなんか行けんのかな。あー、特になんもないね、ここね。あったあったあったよ。あったあったあった、びっくりした。ただ単純にジャンプしてみただけなんだけど。あー、なるほどね、これで進める。え、これさ、その扉さじゃなくて右の方なんじゃないの。あーと思ったけど、右の方なんもねえや。じゃあ扉行ってみましょうか。扉入った結果は何ですか？あ、こっち側に出る。はいはいはい。放題！放題！わぁ！探してもいろいろ見つかんないんだけどさ、これ、このまま待ってたらなんかある。あー、なるほど。このまま待ってんと、花ちゃん落ちるわけね。オッケー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 。そういうことね。全然さ、わかんなくて、ずっと他のとこ探してたわ。ってことで、なんとか進んできたんだけど、これは、下通れんのかな？下通れるわけじゃなさそうだ。とりあえず一回上、え、ほんとに？これほんとにダメなやつ？ほんとにダメなやつ？これ。扉だってたくさんあるよ。これ左に出るだけ？これどこに出る？どこに出る？ピッタリ、いいじゃない。何も変わらんねえ。え、これだって竜巻当たるよな。これ竜巻当たっちゃうよね。え、これ、あ、こっちではなーい！どうしようもなーい！これ最後の、竜巻が右側に行ったら、そこをダッシュで駆け抜ければいけるかな。これこう。いけた、いけた、くお、はい、ちょっと。はいはいはい、これでこうやって止まります。オッケー。オッケーじゃない。よし、とりあえずここで一回かわして、で、これで上がって上がってで、そこの土管違うんかい。まだ上に丸はない。よし、じゃあこの先は一気に上がっていくよ。これで上がって上がって、まだ上あるよ。まだ上あったよ。でもこれいいの？本当に？本当に？絶対嘘でしょ。いやー、これもう行けるとこ他にないもんな。じゃあここ行きますよと思ったんで、これ行ける？大丈夫？これ本当に大丈夫？なんか出てくるんじゃない？ウニ感じるんかい！はい、というわけで、じゃあとりあえずここは一回こうやって破壊をして、とか右のね、バブル出てんのがヒントだったわけない？ちょっと待って、嘘でしょー。嘘でしょ？まだタス乗りできる？タス乗りの可能性は？できない。はい、ではこの部分ね、爆発した後炎を取ったらもうすぐ行くぐらいのつもりで行かないといけないね。はい、これでこう行けます。ナイス。で、これで行った先中間取れるか？取れた、オッケー、ナイス。あー、おー、埋まってく、埋まってく、刺さる、危ねえ。生きてた、生きてた。ではでは、これでここ上がってって、上がってっての、これは下多分通れんだよね。オッケーオッケー、取る取る。んで、ですよね。ですよね。ああ、ビビった。
ああ、まあとりあえずこれはこのまま進んじゃっていいよね。これ上がったら戻ってこれないから、これもこのまま右に来ます。これでどうなる？バック！そんな瞬間的に反応できないよ。なんだ？砲台？砲台のとこになんかあるってこと？え、とりあえずこれで進んでみて。なあ！なあ！なあ！無理！生きてる。生きてるけど、なんか生きてる。なんか生きてる。え？あ、でもなんもねえ。ってことはこれ反対側にも出てくるところがあるってことだよね。これ、きっとね。そういうことよね。ここになんかあるってことなんだろうけど、なんだろうな。あー、ってか、あとは、ここで、ゴーバックすればいいってことか。あー、なるほどね。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。これでここ戻ると、はいはいはい。これでいけるということですか。なるほどね。で、ダメージ。え？あー、なるほど。はー、びっくりしたー、危ねー。なるほどね、なるほどね。全自動？全自動？うん、絶対違うよね。絶対違うよね、これ。前プラス、右プラス、B だよね。そういうことですよね。はい、じゃあ右、とりあえず一回押しっぱにして、爆発したらこのまま行って、ここでジャン！こんな感じで調整したら OK ってことですね。んで、え、これさ、そのまま上行っちゃいかん気がするんだけど、とりあえずこれ入れると思って行ってみたらなんもないね。これ下ってなんかあるのかな？これ下行ってみたらどうなる？あ、これ下良さそうだね。あ、これ下良さそうだね。このまま行っちゃってね。あ、これなんかさ、さっきさ、見た覚えあるな、これ。これとりあえず進んでみよう。うん、ですよね。花ちゃん来るよね。とりあえず、ここで回避。これ、これさ、死ぬ仕掛けなしっすか？まさかの。ね。で、この左側よく見たらさ、あそこさ、足場途切れてんだな。そういうことか。はい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 。これ、やり直すか。じゃあ、これ、ここ行って、花ちゃん来たら、これ、こっち側だったらね、多分ね、ちゃんと降りれると思うんでね。なので、これをギリギリでかわします。あー、終わったー。さっきさ、ギリギリで避けて、結局踏んじゃったのさ、これさ、上のブロック叩いちゃいけないからじゃないかなと思ってるんだよね。あ、でも普通にコインだったわ。はいはいはい、これで進めます。これで進めるね。いや、これではないだろ、さすがに。うん、いや、これではないだろ、さすがにって、これが当たりっぽいな。というわけで、これを入ります。あ、なんか、花ちゃん降ってきた、また。そういう二択させちゃう？右！わーっつってる。大丈夫これ。ダメでしょ。同じかい。いや、でもこれさ、どっちかゴールじゃねえのこれ。いや、でも全部釣るか、普通の。それか、ここさ、爆破なんかされてさ、道できて、ここにゴール隠れてか、そういうオチありませんか？とりあえずこっち。あ、ここだったわ！あ、ここだったわー。なんかゴールできちゃった。はい、ってわけで今回のコースいかがだったでしょうか、ということでね。最後なんかよくわかんないうちに終わっちゃったんですけど、いや、これさ、結構ね、カットしてんですよ、探してるシーンとかね。マジ、なかなかね、第一中間どこ行けばいいかね、第一中間までにか、どこ行けばいいかね、わかんなくて、ね、すげえ探し回ったんですよ。時間かかりました、ほんとね。いや、でもめちゃくちゃ楽しかったです。ということで、抱き合わせセットで今回やらせていただきました。いかがだったでしょうか？いや、今後もね、ちょっと時間的に短くなっちゃったりしたら、ちょっと二つのコース組み合わせて、動画化させていただくかもしれません。よろしくお願いいたします。ということで、楽しいと感じていただけたら、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画や配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。